皆さんこんにちは、モジーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。今日は今から山梨に向かいます。サミー小岩バンドの最終リハーサルということで、山梨県の山中湖のサウンドビレッジ、こちらです。こちらに今から向かいたいと思います。今7時半ぐらいなんですけど、2時14時集合なのでちょっと時間があるので、宇都宮のあたりまでちょっとブラブラして、宇都宮あたりまで下でずっと行って、それから高速に乗っていきたいと思います。で、今日3連休の中日なので多分渋滞します。中央道っていつも混むんですよね、あそこ八王子から。なので今日は、東名高速のルートで行きたいと思います。圏央道で厚木まで出て、それから東名に乗って御殿場で降りるという感じで、本当は相模原インターで降りて、道志道っていうのがあるんですよ。でそこ結構面白いルートなんですけど、バイクでなんか行くと最高のルートなんですけど、あそこちょっと渋滞はまると本当に身動きが取れなくなるレベルになっちゃうので、今日はやめときます。14時に間に合わないとちょっと他のメンバーに迷惑がかかっちゃいますんでね。まもなく白川インターですけど、今回はする。やっぱ結構混んでますね、高速タラバ白川インター。では私はこのまま4号線をまっすぐ宇都宮方面に向かっていきたいと思います。今から、4号のバイパスに乗ってインターパーク、そして西川田の方に抜けて、最終的に鹿沼インターから高速に乗りたいと思います。で今からさつきロードっていう有料道路を走ります。でこれをまっすぐ行くと東北道の鹿沼インターに接続するという感じです。
渋滞してます。最初は、東名高速まで行って、それから御殿場まで抜けようと思ったんですけど、東名の方は東名の方で事故渋滞が起きてて、結局圏央道のルートで来たんですけど、この八王子はいつも渋滞するんですね。この場所は一番最初のルートです。相模原インターで降りて道志道、そのルートを使いたいと思います。で渋滞、これはまあ間違いなく道の駅渋滞ですね。おそらくネットにも書いてあったので、土日はこの道の駅が入れなくなる、まあでしょうね。あ、バイクが多い。まあすごいですね、このバイクの数、100台はいますね、間違いなく。100台じゃ効かないか、向こうと入れた。出てんのかなこれ。俺最初聞いたのよ、ここに。はい、見ました。うん、もうみんな集まってる感じ。そこそこですね。そこそこ、あ、こういう感じなんだ。こういう感じです、傘脱いで。へえ。こんにちは。はい、お疲れ様です。どうも。あ、上もこうなってるね。ということで、迎え誰か、大ちゃん誰か、俺行ってくるか、じゃあ、ね、一回自分の荷物下ろしたら。はい、ということでサウンドビレッジに着きました。こんな感じです。メゾネットタイプなんですよね。2階が宿泊施設。さあ、あとで皆さんお名前と住所です。
階はこんな感じで、こっちトイレか、こっちトイレです。シャワー、おっと危ない。あ、お風呂あんだな、これ。寝室はこんな感じで、今のね、全然曲忘れてた。ということで、とりあえず一発目のリハが終わりました。これからバーベキュー大会です。バーベキュー、大ちゃんバーベキューだよ。外も寒いよ、マジで。サミさん、どうですか、今日。今日ですか、いい感じですか。バーベキューだけを楽しみに。この寒さだったら、パーカーがいる。うん。寒い寒い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 。お疲れ様です。ここでいいんですかね。はい。で、なんかバーベキューっぽいね。バーベキューだ。うん、まさに。皆さん合宿、第1日目まだ終わってないけど、お疲れ様でした。はい、まあ、皆さんのおかげでみんなね、ここに集まることができました。またこれからどんどんライブを続けていきましょうという結束を強めるための会ということで、はい。じゃあ、いいですか。はい、じゃあ、乾杯。乾杯。わーい、イエーイ、イエーイ、イエーイ、そっち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 、あい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 。冷えてますね。あ、うまい。あ、うん、うまいね。あ、あー、生きてるね。どん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 乗っけて、どん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 食べてください。これやっちゃうよ、じゃあ俺も。あったら大ちゃん、大ちゃんに任せらんねえから。任せらんない。飲んでばっかりかもしれない、うん、飲んでばっかりか。そうでいいよ、飲んでばっかり。ちょっと美味しそう、もう美味しそう。早く食べたい、うん。これ油が出っからね。結構ね、これ量ですね。若いのがいっぱいいるんです。ロリの若いやつ大丈夫だ。テクストバーロ、あ、本当だ。ごめん、バーベキューの関係、こっちは薄くなるの。私ただめっちゃ大事なのは導入です。導入だね、うん、そうなんだよな。何名かはもう投げ銭も生活する。サミー小岩バンドの若い人が、アメリカとかこういうとこやったら、チャリって聞いたらお金はね、若い若いっていいよ、本当日本にあるんですか。で、まあ、そこの部分でもうおじさんです。全然どれぐらいかかるか分からない。何言ってんの。みんなが、あなたもこっちでしょ、こっち。いや、メイさんって悪いなと思ったら、ちょっと僕は喋ってしょうがない。ギター持ってないと立てないんですよ。はっきり言って、そんな上流だけでとてもペイできる金額じゃない。そして、サミさんは真剣に話を聞いて、こう来てくれよ。小三郎さん、熱弁してます。そこの部分を含めて、もう あそこまでしてもらったら、すごく恐縮してしまうので、もっとそれを細かくいっちゃいましょう。はいよ、はいよ。OKOKOK。 少し水やって。なみなみ。あ、いいじゃん、それいっぱい入れてていいよ、大丈夫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 。いいよいいよ。
麺を蒸すという高等な技が出るそうそうそう野菜かぶせますね野菜かぶせますもういいかな、うん、ちょっと野菜かぶせて高温っていうか食うつもりのない焼きそば作るのおもろいな、うん、食べないよどんな味になろうか食うかけてさ、うんちょっと誰か味見して味見俺味見して食べたい人だって、うん、どんな味加減いい感じおはい2日目の朝ですまだ皆さん寝てますがおはようございます。小三郎さん外はこんな感じで、そして音楽神社があるので、あの小三郎さんは朝もやってきました。はい、じゃあ私も今から行ってきたいと思います。いやーめっちゃ寒いです。めっちゃ寒いですけど、これ今日も天気良くなるね。はい、こちらが音楽神社でございます。でそっちに川があって、これ最高ですね。ここちょっと私もライブ成功に向けお参りしたいと思います。よいしょ。朝ごはんです。今からカットで、そうカットでね、レストラン。サミさんどうですか調子は？喉なめ、喉なめ、喉なめ。そっか、マッケンさんは朝ごはんいらんですね。俺はそっち行きますか。どうだぞ。1泊2日のリハが終わりました。マッケーさん、もう本番お願いしますね。よろしくお願いします。私のミスをカバーしてください。本当にミスってないですよ、大丈夫ですか？だからもう本当もう恐怖しかない。みんな練習してます。
恐怖だな。今から外でアコースティックライブやります。皆さんお願いします。アコースティックライブ。うん、じゃあ後ほど。はい。終わりました。全部終了です。これサウンドビレッジです。で今実は右側に見えてるのが山中湖なんですけど、後でアップしますけど、ここでサミー小岩バンドの野外ライブをやりました。めっちゃ楽しかったです。本当に。やっぱ野外いいなと思って、突発的に思いついたんですけど、バンドメンバー皆さんノリがいいので、最高ですね。富士山も、こっちのカメラで見えるかな。頂上が見えてますね。ちょっと見えてますね。はい。で私は今からどこに行くかというと、せっかく山梨に来たので、ちょっと買いたいものもあるし、あれ、お風呂のサービス券があるんです。あ、これだ。今から紅富士の湯というところに行ってお風呂に入っていきたいと思います。それではまた後ほど。目的地付近です。音声案内を終了します。お疲れ様でした。この後の天気は晴れ、降水確率 0% です。到着しました。書いてますね、ゆらり。この道の駅およそ200メートル先、寄っちゃいます。目的地付近です。この道の駅に寄って先にお土産を買わないとなくなっちゃいますからね。お土産やっぱり混んでるな。前回来た時は結構空いてたんですよね、駐車場。白川に帰りたいと思います。ちょうど16時30分ですね。でも中央道がまだ混んでます。なのでんまり走りたくないんですけど、道し道をまた使って相模原インターまで向かいたいと思います。
川に帰ってまいりました。まあ非常に充実した2日間でしたね。相模原インターからだからちょっと安いかもしれません。5220円ということです。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。無事戻ってきました。